やかわいい。三大欲求とかやっぱじゃ食事、睡眠、うん、そっちとかセックス好きなの？しませんこれ切るの？うわやばめっさりやばい。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。芸人が大ってあれどうしよう。まあ、いやカメラ、まあ、慣れるために回してるんかね。はい、全然いいよ。全然カメラ回してるだけだから。なんで全然キャラ変わっとるやろ。いや、ちょっと恥ずかしくなってこれね、YouTube でできた時に、ね、自己紹介のやつ、プロ級の自己紹介ちょっとびっくりしたもんね、あれ言い出したもんね。皆さんこんにちは、パチパンメイクの岡田真子です。やばいだろ、でもスイッチ入り方が突然前でちょっと自己紹介いいですかって言ったらこれで始まっちゃった。皆さんこんにちは、パチパンメイクの岡田真子です。私は東海地方で活動させていただいております。本名は岡田真子で、みんなには岡真子って呼ばれています。よろしくお願いします。深夜1時…あ、間違えました。25時35分放送のパチパンにて岡田真子放送しているので、よろしくお願いいたします。いやー、気になる。前回も気になるかった。では、前回動画出てどうだったんですか？え、あれは結構反響ある。反響あった？反響ありましたね。で、インスタは結構どうでした？インスタはなんか朝の…たぶんここのチャンネル朝6時半。うん、6時半。6時か。6時。なんか朝、ピコン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 ブーブーなんかなってお通知音出してるから。でも、実際彼氏は？彼氏は、うん、集中でーす。いや、本当にいないんだろ。本当にあの、はい、カメラ回してください、お願いだから。一応待ってるけど、20じゃない？募集中だね。じゃあ、そんなに言ったら、インスタめちゃくちゃ来ちゃうめちゃくちゃ来ちゃう。まあ、それこそ、フォロワー1000人いる。一応チャンスあるな。写真を見てください。写真とコスプレ送ってくださいって。コスプレ。いや、リハ中だからね、これ。リハ中だからね。はい、使ってもらえればいいかな。ガチで彼氏募集中ですからね。本当に。みんな来て。どんどん。ガチで。ガチンコで行っとるやん。めちゃくちゃ募集してる。見ていないから。いや、逆。いや、ね、こういう職人さんとかと付き合ったことある？職人、あ、でもある。ありますか？あるんだ。大学生じゃん。高校生か。高校生の時に。うん。こいや、今いくつでしたっけ？今は25です。25、高校生じゃない？一緒っす。同級生じゃん。同級生、生級スイッチ入ったわけ。え、ショー、タメ。逆にじゃあ、ショーみたいなとこはどうなんですか？え、結構目細い人とかが好きなんで。うん。あ、結構なんでお前目細くしちゃうの？キモい。あ、全然キモいよ、お前。こん中でタイプって誰？こん中、え、ガチですか？うん、ガチで。俺も入れて。俺もチャンスあるかもしれんじゃん。で、あの、財力も入れてらしいですから。財力も入れて、財力も含めてよ。そしたら揺れるかもしれないですけど。うん。え、ガチだったら、うん、え、じゃ目つぶってください。目つぶれよ、ちゃんと。めっちゃ目。え、本当に？え、誰？本当に？誰？俺？誰？え、じゃあ俺じゃねえ感じでしょ。企画がダメでしょ。え、じゃあ俺誰が触った？お前が触った？ちょっと企画が触った？そこ分かる。じゃあ俺のこと好きだから分かるけど、撮影中だから。マコ、お前ファンが見とるぞ、8万人が。今日9万人いたな。あ、9万人来ました。おめでとうございます。まあ、いたもん。もういた。はい。誰ですかえ、マジ触りました？マジで俺、マジで。え？いや、マジ財布で選んだ。マジ僕っす。そう。はい。あ、社長っすか？いや、俺じゃない。いや、両方でこう立ち上がる。そうじゃん、お前。で、恥ずかしがってるから。いや、今の夢見た。いや、マジで。社長、俺、マジ社長っすか？って自分来とるの知っとるって、お前。え、本当にこっちだけやった？かわいい。まあでもしょうがないじゃないですか、それは。何を恥ずかしい。やっぱ財力でも揺るがない。なんでこいつのとこがいいの？え、普通に見た目がめっちゃ大事。マジ？え、さっき、え、ちょっとだけ、喋ったりしたんですけど。あ、二人で。ちょっといない時とか。うん。結構優しい。いや、お前ら来る前、本当三人でちょこっと打ち合わせ、俺試合取ったんだよね。ほら、二人でどれ盛り上がった？俺が降りてったら、どれ盛り上がっとったんですか？やべえと思って。もし本当に告白とかされたらどうするか。僕ですか？もう全然 150% ぐらいありそう。お前ちょっと もうなんか 150% ぐらい。もう目怒って見てるんだ。あ、50% ぐらい。怖い。お前言わないよ。もうあれだ、もうそろそろもう撮影本番か。あ、30分ぐらい。そう、まあ30分ぐらい大丈夫。はい、もういい。
もうちょっと温めておこうかじゃん。じゃあ本当タイプっていうのは、はい、でもし本当に何なんかあったら何かある。うん、でもなんか結構タイプが自分にこう、うん、尽くしてくれたり、うん、こう従ってくれる系の人が来て、あー、はい、そういうことね。エデンの僕下辺になるんですよ。お前そんなタイプじゃないんだよ。キャバクラ下辺キャラじゃない。オラオラじゃない。いや全然下辺キャラです。下辺キャラ下辺キャラ俺下辺キャラじゃなかった。例えばどういうことだ。例えばなんか例えば、うん、こうデートとか行ったらなんか、うん、こう私が選んだ服とかも、うん、こう喜んで着てくれる人とか。ああ、てかもうそれしか着ない。それしか着ない。あ、じゃあ私の好みの服を着てほしい。まあそインスタとかもやってるじゃん。そう。だから服とかも。ああなるほど。あ全然だ僕それそれちょっと真剣になりすぎ。いやいやそれしか今日本番入れる。全然。他にも何かあるんですか。あとなんだろう、うん、こう。例えば三大欲求とかやっぱじゃ食事睡眠そっちとかじゃないですか。セックス好きな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 まあそれでも大事やな、お金っていうこと。いや結構大事じゃない、エッチあるかとか。だから例えばその性の欲求、性の欲求じゃない。性の相性って例えば。なんかちょっとこう、うん、結構いろんな、うん、ねやっぱ長く付き合っていろんなことをしたくなるというかね、うん、やっぱり。ああ、うん。どういうことですか。で、ちょっと待って。結構。お前どうだちょっと待って一回かったけど、じゃあお前それ幸せすぎるわ。いや違ういや普通にちょっと座って。いやマジでいかんなこれ。ちょっと一回からそう、一回からそう。ちょっと待って。お前デラ最高じゃん。はい。あ、もうなんかエッチな積極派なんだ。まあ結構私が積極派かもしれないので。すごいな。かつやっぱ私にそういうところもちょっとこう合わせてくれる人。ああ、そうだ。エスケがあるってことですよね。エスケがある。そういうことだよね。エスケがあるんだ。いや、全然 M なんで。お前そういうのも踏まえて、こいつそんなに。え、なんかこう、はい、多分ですよ。なんか見た目、はい、うん、多分、結構攻める派なんですよ。あー、僕は俺はやるよね。俺、ケント、俺、豆粒ずっと舐めとるよね。全員上でずっと舐めとるよね、俺。顔が全員上で。結構なんかどこうすごいこうガンガンド S そうだけど、はい、多分なんかちょっと案外こうっぽいなみたいな雰囲気を出すとか。すごいですね、細井和子ので修行してました。すごい当たっとる。ガマゴ和子。おガマゴ和子。最悪まあ付き合うの話でも2人でご飯ぐらいやったら全然いい。行ってくれる？全然いきますよ。おぉ甘いじゃん。マジお前ちょっとやばいよこいつ今日。これこぼれとかないじゃん。今これ撮影の打ち合わせ中だぞ。でも何その服をさ、その最初になんか服とか、うん、なんか好みとかそれ どんな感じの好みなんですか。結構なんか私、うん、こういろんな衣装を着るのが好きなんで、うん、やっぱそっち系のこういろいろ持ってたりするんですけど、うん、え、そっち系のやつ、どういうこと、これね、コスプレ結構なんか、まあ、コスプレの仕事もあったり、うん、まだ夜の話をしますからって夜の話インスタもそういうの結構載しとるもんね。そうです、なんかまあそういうコスプレも付き合ってくれる人がいい。あ、そういうのに、うん、なんでこれ付き合ってくれそうなんだ。付き合ってくれそうなんだ。そこまで考えてんだ。コスプレってどんなのですか。今いろいろあるんですか。結構いろいろあって、はい、なんか前はこう峰富士子の格好とかしたんでこう、あ、ね、こうボンインスタのやつね。あ、そうです、うん、そうです。だからまあちょっと、まあ、時間帯によってはそっち側のコスプレとかもまあ持ってたりするから、うん、おすごいね。そう、夜9時でやるの。こんな可愛い子がミスボディジャパンなんだ。ベストボディ。ベストボディジャパン。もう俺のこと相手してくれんもんな。なんかもうミッチ完全ロックションだもん結構今日。本当に結構この間冗談の企画だったけど、はい、あもう結構いいなみたいな感じなんだ。あの後普通にちょっとこうインスタフォローしちゃった。はい、ああ、そうや、ね、それお前これ出ら自慢してきたもん。俺ってことでフォロー来たっすよ。フォローしちゃいました。
まあまあ、まあでも、フォローしましたからね。フォローしましたから。今日、企画やれる。あ、全然大丈夫です。結構真面目な企画だろうけど、YouTuber なんかね、フォロワーのあれとかあるの、そんな話だろ。え、本当コスプレ見たい、見たい。え、マジ見たい。え、でもちょっと持ってきていいですか。うん、本当に見ていい。え、マジ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 見ていい。いいですか。マジ見たいですね。帽子まであるっすよ。めちゃくちゃないです、これ。何それ、何それ、ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ社長権限で見せて。じゃあ何これ、帽子だよ、これ。なんすか、これモザイクだったら、もう。どっちも、ちょっと、一応。まあリハだけど、これ本番になるぐらいの衣装だね。後ろからこれだね。やばっ。俺ね、ちょっと出ません、まずくないですかこれ。何これ、こんなん着るの。これ趣味で買ってきてるでしょ、これ完全に。完全に趣味じゃないですか、これ。これ趣味なんだ。これを着てくれる人だったらもう合格ない、逆に。うん、これ着てくれたらもう、これ着てくれるやつだから泣いていいけど、お前どう。これ綺麗でしょ。しかもそのさ、琴の最中みたいだね。琴の最中みたいだね。おわ、いや今着る、今着ようよ。あ、それなんだろう。え、これちょっと女性も一緒に着たいなって思って。どれどれどれ。何これ、ちょ、これやばい。マジ可愛い、マジ可愛いんですよ。これ着たことあるの。これあります、あります。着たことあるの。着たことあります。じゃあ飛んだのかもう目が飛んだくらしない。着たことあるの。いや、これすごいね。これ着るの、これ撮影とかで使うの。そうです。あのでもインスタのやつも結構エロいのあるもん。そう。すげえ。なんかこれどうやってどうやって。マントみたいなやつ。これエロいね。これ着るんだ。エロいですね。じゃあ対談の前にこれ着たりできるの？でも一緒にだった。僕はちょっとね、なんかさ、これはあのまずいっすよ。まあ、なんでなんで。いや、個人的な諸事情がありまして。はい、これ素肌じゃないですか、うん、僕、見え T シャツ着てるもんね。見え T シャツって何？見え T シャツ着てるもんね。脱げん T シャツだろ。脱げん T シャツ着てるもんね。これ、多分、ね、こんな風になるの。これちょっと、脱げん T シャツ着てるもんね。素肌になるんだって。脱げん T シャツ、脱げん T シャツ着てるもんね。でも、今日撮影だったから脱げない、はい、撮影の、外撮影で着る用の肌着みたいなやつ持ってるんですよ。肌色のやつ。ガチ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 。なんでそんな良い周到なんですか。あ、何それ、狙いいいの持っとるやん。じゃ、これ加工とかで。ああ、それいいの持っとるやん、見てみて。あ、めっちゃいいの持っとるやん。これなら、あ、これ、あ、まあ、これお前着れるやん。これなら全然、はい、いいっすよ。え、マジ着ます、着てくれるっす、それ。着てくれるならできる。え、着ていい、着ていい。おー、いいっす、いいっす。まあ、10分前で待つわ。その代わりは、本物さん、これで足りないときだから。そうっすよ。僕これで。お前はそれもう見るよりもチャンネル解除が始まっちゃう。な、じゃあちょっと一遍着てみよう。はい、いいですか。ちょっと聞きますね。じゃあ俺これ着てもあの別にあれ幻滅すんだよ。幻滅すんだよ。それは分からんっす。手が出るテンション上がってるやん。アホやん、あいつ。2回も騙されてるんでね。みちまだ押せよ。はい、え、待ってくださいよ。じゃあお前決めようとしは、決めようとしすぎじゃないよ。いや、決めようとしてないよ。マジでこれ。いやー、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。似合ってる、似合ってる。いいっすね。だからまあまあちゃんとなんかセッティングしろだろ、帽子とかもなんかすごいから。まあまあ、おこぼこちゃんに対してお前挑戦しとるだろ、お前。いや、じゃ帽子の被り方がちょっとかっこいいやつに被ってるもんね。でも、ちょっと迷ったんですよ。うまこのキャッチャー被りどうなんだ。おかもちゃん、おかもちゃん、ちょっと待ってください。まだ、まだ待ってるよ。お前、でも期待しろやん、なんか。めっちゃ期待しろやん、こいつ。もうこれ動画使うよ、お前。それもう調整やりますよ、マジで。動画使おう。肩から見たらすごいかも。じゃあ、もうやめろ、マジでやめろ。ほんとやめて。ほんとやめて。何、お前、ほんとに、なんか、お前、くどぎに行ったら。じゃあ、言ってないですけど、真剣に行ったら。じゃあ、これは使うのやめてください。これ、リハーサルっすよ。いけるオッケーオッケー。YouTube の後でこれ、たぶん。うわっ、やばっ、実際にやばっ、強いね。だ美ボディじゃん、ベストボディじゃん。そうじゃん、もう完全に並ぼう並ぼう。カメラ回して回します。カメラ回してますよ、絶対回してます。じゃあいい、じゃあいいでしょって言うやつ、なんか一回だよね、一回だよね。かわいい。ほら、好きって言っておるじゃん、お前。なんかプーさんみたいな。やばくない、ちょっと俺胸ばっか見ちゃうんだけどね。
ていうか、もうあれだろ、ギパイだろ、でもギパイギパイだろ、あれあれ、お前、ついに顔でこいつの顔、カメラの視聴者の皆さん、もうこれ使うかもしれないね、はい、視聴者の皆さん、じゃあこれまずい、使うかもこの顔使う、使わない、お前、絶対じゃあ、お前、もう自分の中であの7割ぐらい彼女できたから、つもりでもないやいやいや、もう7かな岡本さん、どうですか、実際いや、似合ってますこれ実際どうめちゃくちゃ、はい、めっちゃ気持ち悪い、はい、めっちゃ気持ち悪い、どういうこと気持ち悪い、だから岡本さんは好みの人じゃないんだ、好みの人じゃないめっちゃ酔ってるもうちょっとあげたほうが酔ってるし待って待って、ね、どういうことどういうことどういうことだからこういう、こいつが好みついたじゃん、好みじゃないの、めっちゃ、はい、ごめんなさい、え、どういうことっすどういうことこれ、あの、バイナーと同じ、全く同じ企画でお前騙してるからみたいなしかも、言い出しっぺあいつなんだよもう一回騙しましょうよ、ミッチさん絶対騙せますよって言ってかわいそうちょっと、だからこれ絶対コメントあげるよミッチかわいそうおい、おい、なんだから、お前、投げるなでも、お前、さっき来たって言ってたよ全然来たくないっすよ、まあ、ママちゃんのタイプ全然いやでも僕でも言いましたよね興味本位で行きたいですよ別に来たくはない呼ばれできてないよずっとなんかリハでカメラ回したじゃん全部これ使う系だからや、やばいっすってマジマジやばい本当は次の企画もないからえ対談もないからえマジっすかユーチューバーごめんいやごめんマオちゃんどうだった今日楽しかった今回分かったね、前回よりめちゃくちゃ上手かったね本当ですか完全に倒せないだろはい、全然いいんじゃないですかいいんじゃないですかはい、じゃあ今日の次の企画はもう撮りませんので、はい、これで終わろうと思いますチャンネル登録といいねお願いしますミッチーにあの優しさのコメントお願いしますじゃあ最後番宣お願いしますはいじゃあ皆さんこんばんは、パチパンメイツの岡田真子です東海地方で1時35分からパチパンに出演しておりますよかったら見てねインスタグラムもよかったらフォローしてください1234アンダーバーマコですバイバーイ